2026年の WBC が盛り上がる方法。今回以上に盛り上がるの不可能説。イチロー監督かな。なんか草。ベネズエラかドミニカンズが決勝に来る。イチローの息子出せば余裕よ。ドラマだよ。決勝最終回ヌーブス大谷。大谷プレイングマネージャーしかないやろ。中国消えたからプエルトリコあたりが日本に送られと予想しとる。あと台湾も予選送りで台湾 R はなくなるからもしかしたら初のヨーロッパ R かも。大谷がアメリカ代表になる。最初からアメリカラウンドでやろうぜ。ベネズエラとメキシコプエルトリコのどれかは一度は優勝しないとないまいち盛り上がらない。メンツほぼ同じちゃうの。ダルがいないくらいで。大谷吉田がアメリカ代表で出てくる。ヌートバー呼ばなきゃいけないみたいな風潮がある。まあバリバリのプロスペクトだし普通に3年後も戦力だと思うけど、下手打たなければ、選球眼とは言うけど死球が多いだけで吉田みたいに甘い球仕留めるわけやないし怪しいわ。マイナーリーガーになったやつ呼ぶわけにはいかんから早めに NPB に来た方がええわ。ボール球振らないけどストライクは打ち損じるって丸やん。守備とか高根吉田より良いからな。まあもう感動するところないしなくなってもええわ。他の競技の邪魔しなくて済むわけやし。ジャッジ参戦。とりあえず予選組み合わせは見直し必須やろ。メンタルコーチファリード。次は適当なやつに監督やらせて惨敗してほしい。その次にイチロー監督ダルビッシュ投手コーチに投入やめて投手に専念した大谷が再建して優勝や。ダルビッシュはまだパドレスと契約中やぞ。正直 NPB のレベルの高さは伝わったし、もう10年はやらんくてええわ。第1ラウンドは日本開催にして日本オーストラリア韓国キューバ台湾でやってほしい。そんで第2ラウンドでアメリカ行ってベネズエラプエルトリコあたりと激突や。敵が強くないと盛り上がらないんやな。とりあえず組み合わせ抽選から始めてくれ。今回以上は無理でしょ。大谷が選手権監督の二刀流。今回と似たメンツになるんじゃね？全体的に若いチームだったし。監督大谷、代打俺リリーフ登板。2009年の時もこれ以上盛り上がるの二度とないって言ってたから大丈夫だぞ。